だけで、もう純粋に雨水だけで今満水に近い状態で160トン近く溜まってますけど、永久磁石で一回砕いて、下から上がってきた溜まり水を分子粉々に砕いて、落差1メーター以上つけてドポンって落とすことによって、微妙こう斜めにやってるのは、微妙に流れをこう作る、ゆーっくりこう流れてる、ちょっと腐らない、土って年間平均気温の14度は保つんですよね。そう、年間平均気温の14度の地熱が下から上に上がっていく、そして上はかぶせてるから太陽熱をサンドイッチ、それで外気温が0度でもここは11度以上保つ、だいたい11か12度で、それを土の中、ハウスの中は絶対暖房設定12度から下げないんです。すると土の温度が14度から下がらない。でその14度の中に12度の水入れるから、まあ13、4度ぐらいで、14度のラインがなぜかって言ったら、これ農業試験場の結果で14度以下になると肥料の吸収係数が 50% 以下に下がるんですよ。そして、根が一番張る適温っていうのが18度から25度、だから18度までは高すぎるんだけど、18度まで上げきらないけど、ハウスの中は22、3度に保つことによって、だいたい15、16、17度ぐらいの温度をこう行ったり来たり来たり、だから22度の春の外気温を人間が一番快適な22度の環境がイチゴにもベストなのに、水が3度とか2度だったら、そのサーマルショックは、まあ、熱のこの真夏の気候に真冬の雨降らないですよね。だからイチゴにとっても春の気候だったら春の雨、14度、13度の雨が降るように水作りを仕事してる。